どうもしゅんです。こんにちは。今回は上カスさんとのタイアップ動画なんですけども、まず上カスさんとのサービスをちょっと簡単にご紹介させていただきたいんですけども、上カスとスタキャリというサービスがありまして、この上カスというサービスは地方学生が首都圏に就職したい方に向けたサービスで、地方学生の方は、東京に来ている期間のシェアハウスを無料で借りれるっていうところと、あとは交通費も一部支給していただけるというようなサービスになっています。スタキャリの方も上カスの方もどちらも相談できるキャリアアドバイザーの方が、まあ、就活生が選べるという特徴があって、実際就活生が、まあ、話聞きたい、まあ、大人の方に就活相談ができるというようなサービスになっています。上カスさんは、地方学生向け、スタキャリさんは首都圏の学生さんを対象としたサービスになっています。特に今、23卒の、新大学4年生の方と修士2年生の方がメインの対象となっています。下の概要欄から相談することができるので、ぜひ気軽に相談に申し込んでいただけたらなと思います。ということで、じゃあ今回は旬ダイアリーメンバーのゆかちゃんに就活相談をしていただこうと思ってます。自己紹介お願いします。日本大学経済学部宮下ゆかと申します。今就活で結構悩んでますか？はい、すごい悩んでいて、もう周りが大手さんだったり、うん、第一志望だったり決まってきていて、うん、私ばっかり置いてかれちゃうんじゃないかってすごい焦ってます。上カスのキャリアアドバイザーの皆さんにご紹介お願いしてもよろしいですか？本山ゆめみと申します。私のすごくサポートの得意なところとしては、自分の強みに合った企業を自己分析をしながら一緒に紹介していきますよっていうところと、もう一つは本音で選考対策しますよっていうところがすごく強みです。今就活してるけどちょっと自己分析とかつまずいてて、どんな企業がいいか分かんないなとか、一緒にちょっと対策から内定まで納得して就活を終わらせたいなっていう方はぜひ一緒に相談できればなと思ってます。よろしくお願いします。はじめまして、キャリアアドバイザーの岩本と申します。よろしくお願いします。で、私も一言で言うと、今回しない就活に伴走するキャリアアドバイザーです。もともと国語の教員を目指して、おりましたので、言語化がすごく得意っていうところと、あとは人事の方とのコミュニケーションが多いので、まあ、人事目線での、アウトプットというところは得意になっております。あとは受かる面接対策だったりも、しております。はじめまして、こんにちは。岡本美咲と申します。よろしくお願いします。他のキャリアアドバイザーと違う強みが2つあると思ってまして、1つがですね、私前職が教室の責任者っていう塾の塾長のポジションで仕事をやってまして、で、マネジメントを生徒と大学生の両方ともやってましたので、徹底的にこう寄り添ってサポートするよっていうところが強みかなと思ってます。で、もう1つがですね、経歴のところで、その前の仕事が実は食品の営業をやってまして、でその後にこう教育業界というところに入っていて、なかなかこの業界をこうやってきたキャリアアドバイザーっていないかなと思うので、まあ、その営業とかその業界の視点からアドバイスできればと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。キャリアアドバイザーの印出と申します。私がどういったサポート得意かというのを最初にお伝えするんですけど、とにかくここからぐっと就活に時間をかけていって、早く内定欲しいよって方だったりとか、就活早く終わらせたいよって方にとことん寄り添ってサポートができればなというふうに思っています。めちゃめちゃ就活ガチガチ、なんかテンプレのまま話すみたいなことがすごく多いなと思っているので、本当にその人の良さを引き出すみたいなところで本音でお話できたらなと思っているので、そういったところでお話ができればいいなと思います。よろしくお願いします。ということで、今の自己紹介聞いて特に聞いてみたい人とか、じゃあ、リンデさん、よろしくお願いします。お願いします。嬉しいです。選んでいただいて。私の一つ目の悩みといたしましては、テンプレの就活生になってしまって、学知課がアルバイトの経験っていうことだったり、あと部活動の経験だったり、よくいる学生の経験で他の就活生の方と差別化ができないんじゃないかなという不安があります。実際のゆかちゃんの学知課を披露いただけたらなと思ってます。私が学生時代に力を入れた経験は、全国で優勝を目指していた男子チームでレギュラーを奪還したことです。私はそのダンスの練習中にチームメイトと接触してしまい、バク転で怪我をしてしまって骨折してしまいました。その怪我をしている期間に練習に参加できず、レギュラーを外されてしまいました。でも私は怪我をしていてもチームのスキルアップと自身のスキルアップを目標に2つのことを実行しました。1つ目はあらゆる角度からダンスのパフォーマンスを録画して、メンバー全員でフィードバックをし合う機会を設けたということです。2つ目は自身のスキルアップのために手の細かい表現力でしたり、関節のボディコントロールなどを勉強して自分自身のスキルアップを向上させました。
またバク転に必要な筋肉を調べて毎日筋トレに励みました。常に曲をかけてリズムを刻むことで表現力がアップし、以前よりもダンスのパフォーマンスが向上し、レギュラーを奪還することができました。こちらが私の学生時代に力を入れた経験です。どうでした今のガクチカ。本当に頑張ってきたんだなっていうのが伝わって、すごいいいエピソードだなって純粋に思いました。ただ本当にもっと良くなるなってすごい感じたので、ビシバシとお伝えをしたいなと思うんですけど、この場でお伝え、そうです、特にしようかなと思ったところで言うと、2つあります。1つが結構抽象的な表現が多い、それを改善するだけで劇的に良くなると思います。あらゆる角度から動画を撮ってみたいな、あらゆる角度ってみたいな、人によってイメージが違うので、伝わり方が違う、10箇所から撮ったのか100箇所から撮ったのかで、あらゆるって言ってもなんか全然その注いだ熱量違うみたいなところがあるので、なんかそういう具体的にできそうなところはもうちょっと具体的にできると、あ、この子こういう風に頑張ったんだなっていうのが面接官の脳になんか映像として浮かんでくるので、そうさせたもん勝ちみたいなところは結構あるので、なんか具体的に伝える方法を一緒に考えたいなと思います。もう一個の部分で言うと、なんかゆかさん自身の感情の部分があんまり伝わってこないのがすごい、いろいろ考えていろいろ思うことがあった中でその2つの施策をやったと思うんですけど、ただなんか2つの施策をやった子っていう風に聞こえてしまってて、どういう選択肢を考えた上でどうして最終的にその2つをやったんだろうっていうところの、なんかストーリーがもっと具体的にあった方が、そういう時にそう動ける子ならうちではこういう時にこう活躍してくれるかなっていうのがすごく面接官に伝わるので、その辺のストーリーとかゆかさんの感情っていう部分をもっと赤裸々に伝えると、やっぱテンプレ化じゃなくて本当にゆかさんの強みというかいいところが伝わるなって思います。抽象度高いフィードバックになっちゃうんですけど、意外と学生さんが気づいていないところでいくと、自信を持つっていうのがすごい大事で、すごく優秀な学生さんなのに、なんか自分の学知がこれでいいのかなとか、面接っていっぱい落ちちゃったりとかもあると思うし、大変なこともあると思うから、自信ってすごいなくしやすいと思うんですけど、自信なくすだけでめちゃくちゃ優秀な子とかがどん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 落ちていくみたいなことがあるので、この自分の学知化をなんか自信を持てるまで言語化をしていくとか、友達とか、まあ、あといろんな大人とかにお話をして、こういうところが良かったみたいな、意外と褒められる機会って就活ってあんまないと思うから、褒められるみたいな経験とかをするといいかもなって思いました。では岡本さん、今のゆかちゃんの学知見のフィードバックをね。聞いててすごい内容はいいなって思ってて、すごい頑張ったこと伝わったのですごくいいなって思ってました。他に思ったことは、結果とかやったことをなんかこう大きいことをなんか言わないといけないのかなみたいなのをすごくなんか思ってるような感じがしていて、やったことがなんか大きいか小さいかって企業はそんなに気にしてなくって、どっちかっていうとそれまでにどうやって考えてやったのかとか、何が課題で自分がその発見した課題に対してどんなことを考えてアプローチしたかみたいなところの方が、実際にこう働いた時にそういう同じような課題にぶつかった時にそうやって解決するんだっていうのが企業さんからすると分かるので、結果をなんか大きくしようとか大きく見せようって思うよりも、どうやって改善したかっていう、その取り組んだことに対する感情の部分だったりとか、どうやって考えたかみたいなところの方をもっとボリュームつけた方が多分差別化ができて伝わるんじゃないかなと思ったので、なんかもっとそこを考えてみると良くなるんじゃないかなって思いました。私の2つ目の悩みといたしましては、第一志望っていうものがはっきり自分の中で決まらなくて、やっぱりそれは自己分析がうまくできてないのかなっていうことをご相談したいです。行きたい気があったんですけども、残念ながら無意の身になってしまって、また探し始めてるけど、自己分析が甘くて、いまいち見つからない。指名いただいてもいいですか。あ、徳山さんお願いします。お願いします。今現状で言うと、いつ頃から就活始めて、なんかどんな業界を受けてて、で今ちょっと先行進んでる、なんか志望度こんなところの企業高いよみたいなのあれば教えてほしいですけど。はい、就活を始めたのは本当に一番最初始めたのは夏頃で、でも少しずつ休みながらゆっくりやっていったという感じで、どんな業界を受けてたんですか。業界問わず大きいところの話とかどういう感じですか。
そうですね、はい、なるほど。でも主にやっぱりメーカー、あ、メーカー、聞いたことある名前のメーカーとかを受けてました、うん、なんかメーカーを受けようかなと思ったのってなんでだったんですか？最初にメーカーを受けようと思った理由はやっぱり名前が聞いたことあるから。あ、すごい大事ですね。商品とかも自分が買ってたりするから、うん、ES とかも思い込めて書けるんじゃないかなっていう理由で申し込みました。そこからなんかベンチャー企業に受けようかなって思ったこの変わり方っていうのはどういう経緯で変わっていったんですか？ベンチャー企業で働いている社会人の方に出会って、うん、私もその個人の力をつけていきたいなという考えになって、1、2月頃にベンチャー企業を受けてました、うんうんうん。ベンチャー企業を受けてる時はなんかこういうことを大事にしたいっていう軸とかってあったんですか？成果主義であったり、その個人の力がつけれるっていうところを重要視していました。成果主義で個人の力をつけたいなって思ったのは理由とかきっかけとかあるんですか？自分はもう今めちゃくちゃ行きたいよっていうのは入れないなって見切りをつけて、それでそこで本当に頑張ればいつかそうやって自分が今行きたい大手に入れるんじゃないかと思って受けました。私がこう今の話聞いてて思ったのは、ゆかさんの場合だと自分がなりたいぞというか、バリバリ力をつけて働きたいっていうところがあると思うので、じゃあ企業に入ってどんなスキルを身につけられたら自分はハッピーなのかとか、じゃあそういう企業ってどこなのか、営業職なのか、マーケティングなのか、技術職なのかっていうところの、なんかまず自分がどういう力をつけてどういう将来像になりたいのかっていうところを、なんかもう一つ道筋を立てていくと、じゃあこれがつけられる企業こことこことここかなって5社ぐらい受けていくと、多分同じスキルは身につけられるんですけど、自分であここなんか違うかもなとか、あここめっちゃいいかもって思った企業で結構差が出るんですよ、はい、ってなってくると、いいと思った企業と違うなって思った企業で何が違うんだろうってなった時に、その違いが結構自分の軸になっていったりもするので、なんかそこでこれだって仮説を立てて決めながら受けていくと決まりやすいかなっていうのは思いました、うん。2つ今回相談いただいたんですけど、うん、じゃあゆかちゃんの感想をちょっといただいてもいいですか？今日は本当に心から不安だったガクチカに対しての悩みと自己分析に対しての悩みを相談できたので、うん、他の悩みも相談していきたいなって思っております、うん。今回出ていただいた4人の方もそうですし、他の方も選べるということで、うん、相談したいと思った方がいましたら相談していただけたらなと思います。そういった形で上滑としたけ下の概要欄から登録できるので、よかったら、チェックしてみてください。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。